チャレンジスピリッツ総集編第9弾。続いては先月2週にわたってお送りした15競技に効く2021年のチャレンジ。新型コロナウイルスの影響で様々な制限が課されているスポーツ界、各競技はどこへ向かおうとしているのか。総合型スポーツクラブ東京ヴェルディの各チームに貴重なお話を直接伺いました。ゲストはスポーツ経営学者の小林至教授。今回も熱く語っていただきます。大変ですね、世の中は。前半はあらゆる業界がもう青色吐息で苦しかったですけど、後半になってくるとね、結構頑張ってるところは、例えばあの一般の企業でもね、業績の情報修正とかできたりして、スポーツ業界もね、創意工夫によってはいろんなチャンスが出てくるんじゃないかという状況に今来てるんじゃないか。そうですよね、いろんな工夫が見えてきましたよね。はい、月並みですけどね、ピンチをチャンスに変えられる機会でもある、そういう捉え方もできると思うんですね。はい、そういったことで各競技のチャレンジに注目していきたいと思います。はい、まずは52年の歴史を誇るサッカーチームから。強化部長の江尻敦彦氏に番組収録に先駆けて事前インタビューを行いました。2021年から23年の3年間をかけてしっかり J1 に昇格しましょうという目標を立てました。2024年から25年、この2年をかけて J1 定着して、まあ、チャンスあれば UCL を目指せるようなチームにしていきたいなという目標というかチャレンジをします。その中で具体的にこのチャレンジ、言ってるだけでは実現しないので、具体的にはあのクラブとしてしっかり地に足をつけた、チーム編成、ベルディにあったあの独自なチーム編成、まあ、具体的には、我々強化の中のスカウト網を強化していきながら、ベルディでもう売りである育成からの下部組織から優秀な選手を上げる、プラスそれ以外で、J リーグもしくはアマチュア、大学、高校生、JFL から、力のある選手を連れてくるというところの強化をもう一度見直すということで、新しい素晴らしい人材を発掘していくというところが具体的にチャレンジしなければいけないかなというふうに思っております。長い監督以下スタッフ、それはあのヴェルディ会社自体がすごく一つにまとまって今年さあやるぞという気持ちになっております。何かしらピッチで、希望のあるようなゲームを、出せればなと思っていますので、これからもサポーターの皆様、我々東京ヴェルディを応援してください。よろしくお願いいたします。総合型スポーツクラブへ、東京ヴェルディの挑戦はこのチームから始まった。バレーボールチーム創立20周年を迎える今年、チームが挑むチャレンジとは。東京ヴェルディバレーボールチームチーフマネジメントスタッフの田島和弘さんに伺います。田島さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今年に関しましては、無料動画の方で、全部ですね、全試合を見ることができるようになっております。無観客ですけども、今年はまあ調子がいいっていうのもありますけども、はい、選手の方のモチベーションはしっかりできてると思います。そんな東京ヴェルディバレーボールチームの2021年のチャレンジ、どんなチャレンジをしていきたいですか。なんとか試合を全部終わらせるということと、あとまた指導普及の方、少しでもまた上位の方に食い込めるようなチームになっていきたいと思っております。2001年の時にこちらに東京サッカーのチームが一緒に来る時にバレーボールチームができました。もう20年、今年でこの1月20年になります。何度かこの年に向けて、はい、少しでも上位の方に食い込めるようなチームになっていきたいと思っております。よろしくお願いします。続いてはスタジアムを盛り上げるチアパフォーマンスチーム。今年創立10周年を迎える東京ヴェルディヴィーナスです。ゼネラルマネージャーの小田切玲子さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今チームとしてどんな状況なんですかね。
まあ、対面の練習よりもリモートの練習をこう併用して、まあ、できるだけ密にならない練習で の回数を減らしてオンラインと両方で準備を進めております。さあ、その中ビーナスの2021年のチャレンジ、どんなことに挑戦 、はい、していきたいですか。このスポーツ界コロナ禍でもちょっと応援スタイルを変えて、あのスタジアムでもやってるんですが、声が出せない分ハンズクラップとかって言って応援のその手拍子で応援を送りましょうとか、まあ、そこに向けた私たちもあの合わせられる応援の形っていうのをもっと確立できると思いますので、うん、そこはまた新しい見どころになると思います。そうですね、応援スタイルはこの工夫というものは求められてますから、ぜひお願いします。続いては空中の格闘技セパタクロー。去年6月に東京ヴェルディに加入したフレッシュなチームです。東京ヴェルディセパタクローチームゼネラルマネージャーの青木澤さんに伺います。青木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。昨年は年に2回、全日本大会が行われました。あの参入してばかりだったのでいっぱいアピールしたかったんですが、残念ながら無観客での開催となって、あの、まあ、ライブ配信とかはあったんですけども、そこで、2大会とも優勝することができました。お、優勝、2つとも優勝ですよね。え、無観客が惜しい感じですよね。そんな東京ヴェルディセパタクローチームの2021のチャレンジ、今年はどんなことに挑戦していきたいと考えてますか。今後もあのやっぱり日本の中での試合は優勝を目指してやっていくということ、あとは強化指定選手に選ばれている選手もいますので、世界大会がこう開催ようになれば、そこでも活躍してヴェルディの名前をこう東京から世界にもこう発信できたらなと思います。せっかくヴェルディのチーム仲間入りしたので、まあ、横のつながりを生かして、こういろんな競技の方と体験会だったりというのを開催して、まあ、一人でも多くの方にセパタクローを知ってもらう、子どもたちに体験してもらうというような機会を増やしていきたいなと思ってます。去年11月、東京ヴェルディに加わったスケートボードスクール、パワードバイ HLNA ゼネラルマネージャーの杉本圭介氏に伺います。スクールの中でのこのスキームみたいなのとかあるんですか。そうですね、一応僕たちはあのカリキュラムを作ってレベルを分けてクリアしていって合格していくと、あのクラスがステップアップしていくっていうような風にやってます。東京ヴェルディスケートボードの2021年のチャレンジは、通常のスクールに加えて今年はちょっと新たにそういうプロ資格を目指すような子の向けの、あのプロスクールみたいのをちょっとやろうかなと思っているので、それをしっかり今年はメイクしたいなと思っております。やっぱスケートボードってあの興味はあるんだけれども、なかなかこう敷居が高くて、やれないっていう方多いと思うんですけれども、うん、あのとても魅力のあるスポーツですので、うん、あのぜひスケートボード触れていただければなと思ってます。続いてはトライアスロンチーム。ハードな競技にもかかわらず、国内の愛好者は37万人を超える人気競技です。東京ヴェルディトライアスロンチームゼネラルマネージャーの山倉和彦さんに伺います。チームとしての活動状況というのはどういった状況ですか。はい、あの練習に関してはバイクと、ランニングは屋外でやるスポーツで、しかもあの個人競技ですので一人でやる練習っていうのもかなり多くありますので、皆さんがジョギングするのと同じようにほとんどあの支障はありません。東京ヴェルディトライアスロンチームの2021年のチャレンジ、今年挑戦したいことは何でしょうか。まずはですね、今まで我々あのトライアスロンチームとしてマラソン大会とかリレーマラソンとかと開催してきたんですけども、残念ながら去年その2大会とも、お休みさせていただいたんですね。で2021はぜひですね、それを復活させる、まあ、なかなか通常の形では無理という場合はオンラインを利用して新しいスタイルで、まあ、そういったものを、開催したいと考えています。競技選手はみんなそれぞれ目標あると思いますので、その選手たちはもちろんあのできるだけ1回でも多く、胸の部位をですね表彰台に、上げるというのが我々の、 あの使命でもあり目標でもあります。
続いては東京ヴェルディ e スポーツチーム。オンラインで対戦できるこの競技はコロナ禍で異例の急成長。その無限の可能性について東京ヴェルディ e スポーツ GM 片桐正広氏に伺います。今年はですね、はい、海外のリーグに参戦をする。それがいいよね、うん、タイで実はアジア中からですね、サッカークラブや e スポーツチームが集まって、リーグを行うということがやっていまして、うん、まあ、こういう情勢でございますので、なんとこれがオンラインでできることになったんですよ。へー。で、東京渋谷からこれに出られるという状況になりましたので、もう全選手それに出るというような体制を今整えております。2021年のチャレンジ、東京ヴェルディ e スポーツはどんなチャレンジをしていきますか？1969年に読売クラブとして東京ヴェルディが立ち上がった時の一番の目標が世界で活躍するということだったというふうに先輩たちからは教えをいただいております。その理念に立ち返ってですね、国境がない e スポーツでそれをまずはどんどん実現していきたいというふうに思っておりますので、応援よろしくお願いします。いや、他の競技の人たちも多分この e スポーツから、うん、アイデアや工夫をいただけると思うので、本当に頑張ってもらいたいと思います。ありがとうございます。片桐さん、ありがとうございました。 e スポーツ勢いありますね。すごい、いろんな手段がありますよね、オンラインだとね。小林さん、はい、これね、羨ましいと他のねクラブの方々思うかもしれませんけど、実はこれ身内だというね。ここがまさにね、ヴェルディが15クラブあるこの最大限の、まあ、真骨頂っていうんですかね、うん、ヴェルディに e スポーツあってよかったねと言える日が今来つつある、うんうんうん、多様なねところにみんなくっついていける、うん、そのねリーダーシップ片桐代表に発揮してもらいたいですね。本当ですね。